川口大三郎事件とは、1972年11月8日に東京都で発生した殺人死体遺棄事件である。1972年11月9日、早朝、東京大学医学部附属病院前に、パジャマ姿の若い男性の遺体が発見された。遺体は全身をお出され、あざだらけで骨折した腕から骨が出ていた。 被害者は当時、早稲田大学第一文学部の学生である川口大三郎で中核派の審派とみなした角丸派による臨チ殺人と判明した。前日の11月8日2時ごろ、角丸派活動家が川口大三郎を早稲田大学文学部キャンパスで学生自治会室に拉致し、約8時間にわたる臨チを加えて殺害。その後、川口の遺体を東大校内、 東大附属病院前に遺棄した。死因は、丸太や角材でめちゃくちゃに強打され、体全体が細胞破壊を起こしてショック死したもので、体の打撲症の後は40箇所を超え、特に背中と両腕は厚い皮下出血をしていた。外傷の一部は、先の尖ったもので引っかかれた形跡もあり、両手首や腰、首には紐で縛ったような跡もあったという精算なものであった。 被害者の川口大三郎は、1952年、静岡県伊東市に生まれ、三人啓視の次男で小学校5年生の時に、父親が病死し、以後母親に育てられる。伊東市立東小学校、道南中学校、静岡県立伊東高校を卒業。1971年4月、早稲田大学第一文学部に入学する。 川口大三郎は当時流行していた学生運動やブラック解放運動などに参加していたが、早稲田の第一文学部自治会執行部を握る角丸派に失望し、1972年頃、中核派に近づき同派の集会などに参加するようになるが、間もなく中核派にも失望し、その感想を旧友や母親に語っていた。また、 早稲田学生新聞など右派系学生団体やわせだ、精神工業会とも接触があったという。中核派は全学連戦士、川口大三郎同士などと述べたが、実際には中核派とはほとんど関係がなかった。この事件で、1972年12月11日、まず角丸派のメンバー2人が警察に逮捕された。その後、 1973年10月21日、22日、角丸派の活動家5人が警察に逮捕された。逮捕されたメンバーのうち5名が起訴され、1974年7月31日、分離公判の被告に、懲役5年の判決、1976年3月18日、統一公判の被告4名全員に、有罪判決が下った。 川口大三郎の遺体が翌日発見された後、角丸派は殺害を正当化する犯行声明を発表した。この角丸派の声明に多くの学生たちは反発、怒り、批判の声を上げた。そして、早稲田大学では全学的な角丸派及び角丸派と癒着する早稲田大学当局へ批判が強まり、角丸派は追い詰められることになった。角丸派、 全学連委員長の馬場祖名は、責任を取って全学連委員長を辞任し、徹底的に自己批判し、深く反省するという声明を出した。だが学生たちの怒りは収まらず、数百人から数千人規模の角丸派球団、抗議集会は連日続き、1972年11月28日、第一文学部学生大会を皮切りに、理工学部を除く。 各学部で学生大会が行われ、各丸端地会執行部がリコールされ、自治会再建を目指す臨時執行部が選出された。和文、教育、整形、社会科学の各学部では、まもなく正式執行部も選出された。さあよくない、下馬犠牲者は多いが、このように多くの学生が虐殺事件の球団に広く立ち上がったのは、川口大三郎事件が唯一である。 だが、新しく選出された臨時執行部は様々な学生たちの寄せ集めであり、成立と同時に内部の意見対立が起きた。意見対立は1973年入学式への対応などで表面化した。1973年5月、角丸派は早稲田大学総長の村井助長に対する大衆難行を行ったが、これは一部の学生が授業中の村井総長の 教室に乱入して村井総長をお拉致したものであった。村井助長総長は一度はより広範な学生との総長断交を約束したが、間もなく混乱を理由に約束を破棄した。村井助長総長はその後、壮大原理研究会の勧めで川口記念セミナーハウス建設に自身の別荘地を提供し1976年に竣工したが、 統一教会の修練場となっていることを知り、週刊誌に告発、統一教会から名誉毀損で訴えられ、十数年にわたって継争した。結局、早稲田大学は角丸派を温存する姿勢を示し、各学部再建自治会を公認せず、角丸派が主導権を握る、社会科学部、小学部自治会執行部への自治会費の交付、角丸派実行委員会による、 早稲田再開催を容認した。これにより、角丸の K、機動隊の K、当局の T の KKT という認識が学生の間に広まっていった。この時の早稲田大学のこの姿勢の背景には、角丸派が総大内で衰退すると震災を区画派や民生が学内でばっこし、大学内がより混乱するという判断があったと言われている。 1973年4月以降、犯行に転じた、角丸派のテロの前に、核学部の再建自治会は境外化、自然消滅していった。虐殺球団、自治会再建運動は1973年11月8日の、虐殺1周年集会が分裂したことで、事実上収束した。早稲田大学全学行動委員会などは、まだ戦う姿勢を見せ、 図書館選挙を行ったものの、早稲田大学と機動隊に守られた、角丸支配を打ち破ることはできず、早稲田大学と角丸派の癒着、蜜月関係は長く続いた。しかし、1994年、早稲田大学総長に奥島高康が就任すると、早稲田大学と角丸派の関係は大きく変わった。1996年、早稲田大学の学園祭、 早稲田祭で不正な資金流用の疑いがあることが判明した。この問題で、早稲田大学と角丸派は、早稲田祭りの開催をめぐって対立し、大学に不審、反感を持った角丸派は1997年、早稲田大学の関係者の自宅に盗聴器を仕掛けて、早稲田大学側の動きを探った。そして、角丸派の関係者が警察に逮捕された。 この事件を契機に、早稲田大学は角丸派に対して厳しい姿勢で臨み、早稲田祭りの中止を決定、早稲田祭実行委員会を活動禁止処分、早稲田大学新聞会をサークル公認取り消し、そして角丸派の関係者を大学内から次々に排除していった。角丸派を排除した後、審査翼などの団体が再び、早稲田大学に復活することはなかった。なぜなら、 その頃の日本は全国的に学生運動が衰退し、その運動の意味すら知らない多くの学生が学生運動に興味を持つのは無理だったからだ。こうして、早稲田大学は角丸派の相当、追放に成功したのだった。この頃、他大学を拠点とする他のセクトと角丸派の内下場は互いの組織壊滅を目的とした、凄惨な殺し合いへとエスカレートしていく。 血で血を洗うこれらの内ゲバは学生運動を弱体化させ大衆が審査欲から離れてゆく大きな原因の一つとなった。川口くん殺球団運動はセクトの暴力反対から出発したが結果はセクトの暴力、内ゲバを一層激化させることになった。中核派は全学連戦士、川口大座ブロー同士などと述べ、 事件の責任を追求する姿勢だったが、前述のように実際には、中核派とはほとんど関係なかった。1975年3月14日、角丸派が中核派の最高幹部、本田信義を殺害。角丸派はそれに反感し、川口大三郎君追悼資料室に全文あり。行動意系の立場からの資料集。川口大三郎君追悼資料室に全文あり。 原理研究学生の立場からの資料集。写真などが豊富。川口大座ブロー君追悼資料室に全文あり。日本共産党民生系学生の立場からの資料集。ありがとうございます。